出演者の方ですね、葵さんはね、ちょっと年齢的にこの時間も問題あるんで、葵さん以外全員出てきていただきたいと思います。まあ後の方はね、全然大丈夫な年齢なんで、まあ、しのみさんも18になったもんね、18だもんね、うん。袖のマイク1本持っていただいて、2本体制ですね今ね、はい、はい、ありがとうございます。ではですね、もうちょっと、とりあえずオープニングアクト菊池くんからちょっと今日のイベント振り返っていただきましょうか。どうぞ。はい、今日本当にありがとうございます。オープニングアクト務めさせてもらいました菊池龍馬です。そうですね、本当に上京してきて、引っ越してきてからは初ライブでしたので、出演者さんの皆様もリハーサルの時から温かい挨拶をしてくれて本当に嬉しかったです。お客さんも温かく聞いていただいてありがとうございます。これからも機会があればよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。札幌から来たばっかり、ぜひね声かけていってください。はい、はい、そして次は、メインアクトの一組目、マシノミさん。はい、はい、マシノミです。はい、はい、今日の一日振り返ってくださいよ。とても楽しいライブで結構緊張したんですけど、なんか皆さんこう乗ってくださる方々だったので、いや、ちょっとね、あれなんですよ、乗ってくださる方々だったのでとても楽しくライブができました。 ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。レポート終わった？半分、一つ英語は終わったんですけど、うん、まだ経営系が終わってないのでこれから頑張ります。楽屋でレポートを書いた女とやっぱ伝説残しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次はメイさん。はい、はい、今日はありがとうございました。私今日起きたのが2時とか3時とかで、すごいなんかすごいなんか体が重かったんですけど、なんかライブちゃんとできてよかったなって思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やっぱりなんかすごい伝説のあれだね、お姉さんって感じだね。伝説ですよ私たち。はい、あ、伝説つながり断られました。はい、次伝説のもうボスって感じだね。なんて言う、あ、ボス、あ、ゴスペラーズだね。ゴスでもいいよ、もちろん。なんか、石とつが、ちょっと時差があるらしいです。はい。どうぞ、振り返ってください。はい、桃山月花でした。ありがとうございます。さっきちょっと石黒さんに振ってもらったんですけど、名前が変わったりとか、いろいろ、去年、いろんな激動があったりとかして、で、新年から活動を再開して名前も変えて、なんかもうリスタートというかっていう感じを経て、前から応援してくれてた人とか、あとは2月のライブがここで初めてだったんですけど、ましのみちゃんとか岡島さんとか今日一緒に被った方もいて、その方のファンとかから、ファンの方とかから話しかけてもらったりとか、なんか今日はすごく出会いが多い一日になったなって思いましたけどね。本当に本当に嘘みたいになっちゃった。はい、そうですね、そうですね、はい、なんか日々出会いですもんね。そう、日々、うん、そうなんですよそう、本当に感謝してますよ皆さん。これをね、いい機会にツイッターフォローしてください。今ツイッターフォロー強化してるんです。あれさ、はい、なんで人だけフォローしてんの？あ、クレヨンしんちゃん公式。うん、はい、しんちゃんめちゃくちゃ好きなんですよね私。しんちゃんだけフォローしてんのね。まあ、私の癒しですね。しんちゃんの映画見た人嘘でしょ見たって友達ありがとうございます。ありがとうとか言ってしんちゃんの関係者でもないんですけどしんちゃん別に 見てなくてもフォローして大丈夫ね。はい、はい、私がしんちゃんの良さを刻々と言います、リプで。はい、もう、はい、だって3回見たもん、4回目も行くもん。
しんちゃんの映画好きです。そんなに好きなんだ。はい、あのしんちゃん、そう、引っ越すやつです、サボテンのやつ。しんちゃんは誰もあの敵を作らないんでいいですね。じゃあもちろんしんちゃんのモノマネできるよね。しんちゃん、しんちゃんですか。あの坊ちゃんだったらできますよ。あ、やってください、ぜひ。しんちゃん。皆さんどうでした、どうでした、何点。ちょっと違いました。あ、違ったみたい。じゃあまた次出てもらうときにまでに勉強しておいてください。そうですね、はい。しんちゃん、あの練習しときますんで来てね、みんな。あと物販買ってください。今日ちょっと見る限り大人多いんで、大人買いしてください、物販ぜひお願いします。はい、言いたいことは言いました。はい、そんな桃山さん、またぜひぜひうちのイベント来てください。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。そして岡島さん。はい、もうたっぷり喋ったのでいいんじゃないでしょうか。振り返りましょうよ。じゃあ最後に一言締めて。はい、本当にね、初ライブの方もいたり、もう本当になんか記念すべき、ね、伝説もいっぱい生まれましたしね、あのいいライブだったんじゃないかなと思います。またぜひピストリームさんの、ね、このキャスライブも、僕ら一人一人の別のライブもぜひ遊びに来ていただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。岡島さんは次の CS ライブ札幌 2days に出演していただけますんで、はい、ぜひ、ね、そちらもよろしくお願いします。皆さんもね、YouTube とかで公開したらぜひね、見てくださいね。はい。ということで、本日、CS ライブ16回目、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあそのままですね、ちょっとステージ撮影をしたいので、ステージ残っといていただけますか。